ちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、皆さんこれ何かわかりますか？これはね、牛のタンです。いやすごいですね。私こんな丸ごとお皿に乗ってるの初めて見ました。牛のタン重いですね。いやこれが顔の中に入ってると牛ってやっぱ大きいんですね。いやちょっとあんま考えたら かわいそうになってくるきますね。いやすごいですね、ブツブツもある。今日私は知ってる方すごい多いと思うんですけど、有名なヨロニクさんにお邪魔しているんです。はい、なんでこちらはね、ヨロニクさんが用意してくれた牛のタンです。いや絶対美味しいですよね。今日はですね、撮影協力していただけるということでめちゃめちゃ幸せです。すごい今日楽しみだった。で今日はですね、牛1頭分のタンをいろんな調理法で提供してくださるそうです。じゃあちょっと切るところ行きたいと思います。皮を剥ぐんですね。そうですね、横の皮を取っちゃいます。ここが探査機ですか？そうですね、こっちが探査機でちょっとお肉が硬い。わあ、もうめっちゃあっという間に綺麗な塊になりましたね。はい、いや当たり前のことなんだと思いますけど、やっぱ本当にさすが素早いですね。すごいっていう塊の、これが塊です。わあ、めちゃめちゃ美味しそう。これ刺しなんですか？そうですね、油が一番根元が強いので、次に次に、うわー、あの厚切りがあるお店は美味しいお店ですよね。そうですね、今日は9種類の味付けをして召し上がっていただこうかなと。タンのお料理で、あ、はい、9種類の味付け、めちゃめちゃ楽しみです。どんどんお皿の上がいっぱいになっていきます。ちょっと硬いところなので隠し包丁で、おー、そのテクニックがあるんですね。切れないところで縦横に入れてお肉が切れないように、これは後でしゃぶしゃぶの鍋にしようと。完食。今日はですね、今までも動画に何回も登場してくださっているクルスさんの紹介なんです。ね、ありがとうございます。はい、僕がもう何年ぐらいになりますかね。10年ぐらい。もう10年ぐらいになりますかね。そうなんですね。そう、前がずっと前から好きで来てる焼肉屋さん、ヨロニクのバンさんです。バンです。どうもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。幸せすぎます。本当に夢のようです、ね、これは。今までやったことないですよね、これね。今日はそうですね。まあクルスさんからの難題が。はい、すがクルスさん、タンを1本丸ごと料理してくださいと、ね、なんか、はい、うちでも今まで常連さんにも出したことがない、すべてタン使ったタン尽くしです。やばいっすね、やばいっすね、僕も食べてみたい。本当に皮以外ほぼ全部ですね。どれが一番おすすめですか？全部味わい違いますから ね、もう難しいね、味わいを楽しんでください。そう、味わいの違いを楽しんでください。なかなか全部味わう機会ないですからね。まあないですね。ないですよね。しかも一人で一本食う人初めて見ました。ね、ありがとうございます。私も一本さばいてもらうの初めてです。まあ、一緒ないでしょうね、この先。こんなしかもいろんな調理法があるのがすごい。まあ、うちの料理長が割とできる人なんで、これ素晴らしいね。だから焼肉というより、まあ、焼肉ベースにちょっとね、あの割烹というか、うん、和食に近いものもちょっといろいろ出てきますので、はい。牛タンとこれがね、ボタンエビとあとキャビアです。うわー、めっちゃ美味しそうです、はい、これはこのままですね。
これこのまま、このまま食べる、ね、そうそうそうで、あ、これお寿司かと思った。お寿司じゃないんです。こっち塊肉で焼いてって、これ一番よく見るカットですよね。はい、牛タン。これちょっと今日は磯辺焼き風にしてみます。これはまあ普通にネギタンとして、はい、でこれがタンのね、下側についてるね、まあタン下とか下駄とか言いますけど、ガーリックであのあえてありますんで、まあこれが焼肉っぽい感じになりますね。あ、これもタン下の方ですね。これしゃぶしゃぶにします。わー、はい、これは一番タンの先っちょの硬いとこなんですけど、これもちょっとね、焼肉っぽい感じでいきますね。これはちょっとね、タンをユッケ風にして、よだれ牛、ちょっとピリ辛の中華のタレですね。よだれ鶏なら白子とタンと、あとこれがカブ、カブのポン酢みたいなやつです、はい、じゃあ食べたいと思います。いただきます。キャビアとボタンエビのタンで巻いてやるやつです。あー、もう美しいですね。おいしい。ほんとこのエビとめっちゃ合いますね。キャビアのそれ塩味がすごいいいです。すごいタンがなんか、タンの歯ごたえがすごい。そうですね、サクサク。うん、めっちゃ美味しいです。うん、塩の焼き物をちょっといきますか。はい、いけます。この量全然いきます。じゃあ入れちゃいましょう。スタイルで出すのは初めてですね。まかない気です。あー、そうなんですね。この部位は、はい、いや、まかない気、一番食べたい普通食べられないやつですからね。これでもう普通の多分焼肉定食倍以上じゃないですか、一般的な。あー、めちゃめちゃ美味しそう。タンってこんな食感になるんですね。まあちょっとあのタン下っていうところなんで。美味しい。ちょっと硬くない、大丈夫ですか。ちょっと硬いですけど、ね、全然食べられる。味はね、いいところ。美味しいです。そう、でも美味しい。タンらしい部分もあって、なんか脂身の部分もあって美味しい。そうそうそう、あとちょっと何て言うの、まあいい意味で筋っぽいとこ、少し硬いけどね。なんかちょっとホルモンっぽいところもあって、この美味しいもの食べて、目の前もこうやって美味しいもの見て幸せです。いや、これいきます。綺麗ですね。いきます。うん、あ、白子とめちゃめちゃ合いますね。タン刺しとか美味しいですね。王道でネギタン塩いきましょうか。はい、はい、ネギタン塩です。これはちょっと真ん中から先の方ですかね。切って切って挟あの開いてる感じですね。ああ、開いてる。そうです、そうです。はい、これネギ乗せて、でもお好みです。はい、みんな大好きネギタンです。これはめちゃくちゃいいっすね、これ。確かに。めちゃくちゃいいっすね、これ。あ、まあ、そうだな。かなり。うん。美味しい。美味しい。柔らかいですね。うん、美味しいですね。味がめっちゃ濃い。ネギの香りがね、もうタンの上めっちゃ引き立たせます。柔らかい。そんな一番柔らかいとこじゃないですけど、やっぱりいいあの黒毛和牛のタンは柔らかいですよ。柔らかいですね。この塊肉仕上げちゃいます。わー、ついにちゃいました。はい、こっちはこれでいっちゃいますよ。はい、うわー、ですね。あの、これは全然そのまま食べて、これそのままいけちゃいます。これめちゃくちゃうまい。超うまいな、はい、で塩かかってませんので、はい、塩好みでパラパラパラってするんで。美味しそう。いただきます。
うん、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 すごいでしょ。もう旨味がめっちゃギュって詰まってますね。いや塩で食べるとさらにそれがよく分かっていいですね。ガーリックをかけてもいい。あ、もうお好みです。わさびとかは、はい、あ、わさび、はい、迷いますね。じゃあちょっとガーリック、塩はちゃんと振ってくださいね。あ、塩は振るんですね。はい、塩は振りましょう。次はガーリック。うん、その噛み切れるところの、ね、こんなお肉ないですよね。ないですね、他に。ガーリックもいいですね。あそこ一本食べるといろいろあっていいっすね。いろんなものタンのそれぞれの良さ出るじゃないですか。王様気分です。うん、じゃあ次は一番根元を今召し上がった一番いいとこ、今度は一番先っぽです。タン先ですか。タン先です。これはちょっとね、あのサッチュでちょっと包んで、ちょっとサムギョプサルみたいな感じでいきましょうか。もうさっきのタンのやつがもう下に残ってて、もう最高。うん、おいしい。ホルモンっぽいよね。うん、そう、ちょっとホルモンっぽいね。あ、包丁入れたから。そう、包丁入れたから全然固まる。おいしい、めっちゃ練り好きだったらネギ使いながら、レモンも好みです。好き。ネギ好きなんですね。ネギ好きです。さっきから見てると。ネギ美味しい。ネギ女。ネギ女。ネギ女でいいです。これもめちゃくちゃ味噌がね、あるんで、はい、あのネギの分だけ味噌つけたらいい。ネギもちょっと。そう、ネギもちょっといってもいいか。産地です。野菜食べるとバッタリして美味しいよね。でも野菜のこの旨味とパンの旨味が混ざってめっちゃ美味しいです。まあ、缶元と言っていい場所ですかね。はい、根っこ側。じゃあこれは2枚は普通にちょっとあの美味しく、まあ普通のパン、塩でちょっとまた召し上がっていただいて、残り2枚はちょっと磯辺焼き風にしましょう。おお。わかるかな。すごい油。油が染み出してますね。塩です。塩つけて。すみません、皆さんいただいちゃいます。ちょっと。一口。うん。あ、めっちゃ美味しい。美味しい。もうよかった。サクサクしてて油が乗ってて、タンの油って全然いくらでもいけそうな感じ。そうですね。でも案外カロリー高いんですよ。え、そうなんですか。そうですよ。へえ。あ、そうなんや。タンはヘルシーだと思ってる人、現実はカロリー高いんです。もったいない。で、今のパンを違う調理法にしましょう。はい。レモンも美味しいけど、めっちゃお肉が美味しいから塩で食べるのがめっちゃ美味いですね。海苔です。海苔、海苔です。つけましょう、ここにね。ほうほう、生醤油です、これ。生醤油です、はい。これは私の目線です。幸せです。気をつけてください、熱いからね。はい。あー、手で。そうそうそう、磯辺焼き。あー、熱い。熱いよ。うん、おいしい。あ、違う。醤油と海苔がめっちゃ美味しいですね。全然さっきと違う料理って感じです。違う料理になってる。そう、違うものになってる。海苔とタンで普通に食べたの初めて。まあ普通やんないですね。美味しい。こっちに見えないとかいい。うん、うん、こっちに見えない。確かにね。
ちょっと食べるのも楽しみ。お、うまみが来た。わネギ女でした。ネギ女です。あ、ガチ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 なんで、あっさー、わー、ネギで食べます。ありがとうございます。めっちゃおそろ。しゃぶしゃぶいきます。うん、お出汁がめっちゃ美味しいですね、うん、次はどうしよう。どっちでも、おろしポン酢でもごまだれでもどっちでもいいです。好きな方でちょっと行きましょう。おろしポン酢です。おろしポン酢いきますか。うん、これもいいですね。これもいいですか。このポン酢、ちょっと甘みがあるポン酢ですか。これね、そうそうそう、デコポンから作ってるポン酢です。へー、めっちゃこのポン酢美味しい、はい。毎回美味しすぎて、この前に何を食べたかの記憶がなくなって全部塗り替えられてね。はい、わー、めっちゃ美味しそう。タン元のタルタル、タルタル、とある某有名中華店、一輪っていうところあるんですけど、はい、もうなんてないよ。そう、そこ のシェフの斉藤さんから、はい、ラー油をいただいて、それでうちがよだれ牛のタレを作りました。これかけながら食べてください。はい、締めはよだれ牛丼です。よだれ牛はこのご飯に なったんですね。ザーサイが入ってます、細かく。あ、そうなんですね。タルタルになってるのめっちゃ美味しい。こんなにいろんな食べ方して全部タンだったなんて思えないです。飽きなさそうだよ。全くです。全く。では最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。もうね、タン尽くしでね、幸せすぎました。いろんな食べ方をさせてくれたから、もう全然タンだけ食べてるなと思えなかったです。とにかくね、タンがね、めちゃめちゃ美味しかったです。幸せでした。皆さん、本当に私だけこんな思いをしてしまってすいません。今日も本当にありがとうございます。とっても美味しいので、皆さんもよろにくさんにぜひぜひ食べに来てみてはいかがでしょうか。みんな行くでしょうけどね、言われなくてもね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル、なんかもう言うこと忘れちゃう。めっちゃ美味しい記憶いっぱいあってチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。どうですか。半端じゃない。半端じゃないですか。めっちゃうまい。めっちゃうまいですね。これ下駄食べるのね。よかったかも、今日の企画。これ下駄食べるのこれ以上ないんじゃないですか。ね、うん。お墨付きです。なんかヤクルトこれですね。ヤクルトこっちの方がいいかもしれない。絶対これうまいですよ。タン元よりマジでうまいと思う。これしゃぶしゃぶにしたら。ああ。下駄は。いや、でも本当に美味しいですよね。めちゃくちゃうまいね。うまい。久々に感激したもんね。歯応えも程よくあって。半端じゃないね。ちょっとなんか新しいジビエって感じ。本当半端じゃないこれ。新しいジビエ。なんか食感がね、それっぽい。本当。半端じゃない。シーティーならクマとかに近いかな。ああ、そう。シーティーならよ。クマとは違うけど。ああいう美味しさですよね、ベクトルで言えばね。そう、ああいう感じ。あんなクマはあんな感じなんですか。クマあんな感じ。血の方が美味しいですよ。へぇー。ちなみに獣臭くないですか。全然美味しいやつ。臭くない。血のワグマがいい。そうなんですか。へぇー、美味しかった。舌の
よく半端じゃないね、めちゃくちゃうまいですねこれずっと半端じゃないやばいですねこれ、これ出せるやばいねやばいですねこれやばいよこれはやばいですね